放送はドキュメントカンパニーフジゼロックス、人と社会の明日へ、クオリティオブライフ、テイジン、 2x4 ナンバーワン、三井ホーム、命の輝きを見つめる明治製菓、ザ・スポーツ&フィットネスカンパニーナイキ、オールウェイズヒーロー、オールウェイズコカ・コーラ、コカ・コーラボトラーズがお送りし、首都圏開催になって22年目、初めて国立競技場メインスタンドを使って行った開会式、あれから10日目、今日の東京は雪です。早いところでは7月下旬からこの日この時を目指して全国4173校16万人の高校生イレブンが実に5ヶ月余りにわたって戦い抜いてきました。いよいよその頂点を極める日がやってまいりました。放送の解説は日本サッカー協会指導委員の田島幸三さんです。田島さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。雪ですね。そうですね、もっと見なかったんですけれども、はい。そしてゲストといたしまして、13年前、藤枝東高校でベスト4に入りました日本代表のフォワード、中山雅史さんです。中山さん、はい。この雪の中でやらせるね、すごいですね。もう少しいいコンディションで本当はやらせたかったんですが、これはもう自然相手もサッカーの条件の一つですからね。どんな条件でもいいプレーを見せてほしいですね。はい。そして母校の藤枝東が残念ながら昨日敗れてしまいました。そうなんですよ。だから本当はここで藤枝東を応援したかったんですけど、そうすると公平な応援ができませんからね。ゲストとしてね、はい、今日は一つ公平に見ていただきましょう、はい。去年の8月、京都で行われた高校総体インターハイの決勝戦と同じ組み合わせになりました。東福岡が4対3で勝って、この時はタイトルを手中にしました。ただこの夏のチャンピオンは過去27年間冬の選手権に優勝していません。東福岡にとってはジンクスを破るチャンスが巡ってまいりました。一方の帝京は名将小沼監督が5年ぶりに復帰。実は小沼監督率いる帝京は決勝では負けがありません。市立船橋に負けて準優勝した時は荒谷監督、小沼部長の時でした。データ、ジンクス合わせますと帝京有利と出ますが、果たして試合の行方はどうなるんでしょうか。左にエンドを取りました帝京高校、黄色いユニフォーム今パッと散っていきます。そして赤いユニフォームが福岡代表、三冠に王手をかけております東福岡高校です。前半の40分が間もなく始まろうとしております。ボールは黄色と黒、雪のためにボールは白いボールから黄色と黒に変わりました。今高校サッカー日本一へ向けまして前半の40分キックオフされました。左にエンドを取った帝京、その帝京高校がボールをキープして今東福岡陣内にドリブルで上がっていきます。これは7番の高島、そして中で待っているのが木島と、そして今気温が出ました。気温が0度8分、湿度が 94%、 風速が1.8 メートルです。天気は雪、これがキャプテンの中田、そして本山、この中盤の選手2人がキーを握っていると言ってもいいでしょう。さあ、それではここで帝京高校のここまでの勝ち上がりをご覧いただきましょう。1回戦大社を4対0、2回戦2対0、ここまでは良かったんですが、3回戦奈良育英1対1、これも奈良育英が先制点を挙げて後半の残り7分というところで同点に追いつき PK 戦。準々決勝は八千代に4対1大勝、そして準決勝は2対0、藤枝東を破って決勝に進出しております。今後半1本目のコーナーキック、東福岡高校左のサイドから、こちら側のサイドからのコーナーキックです。蹴るのは10番の本山。前半の3分を経過して両チームとも得点なし、0対0。さあ、2本目のコーナーキックだ。雪が降りしきります。東京23区多摩に今大雪注意報が出ています。さあ、黄色いボールが弧を描いた、ヘディングはシュートはできません。東福岡、さあ前に出した、振り向いてシュートできるか、これは帝京がクリアです。帝京高校がクリア。さあ、まだ10番の本山がボールをキープ、前線にフィードしますが帝京の選手にボールが当たりました。さあ、帝京のスタメンをご覧いただきましょう。帝京高校はゴールキーパーが田中達也、 PK 戦では負けがありません。そしてディフェンダーは6番の小原、4番の広田、長身選手がストッパー、センターバックです。そして13番2年生の山崎、3番の池田、
ミッドフィールダーは8番のキャプテン中田、15番の高橋明、この選手がこの雪には強いという評判です。そして7番の高島、よく動きます。2番の藤田、右からの上がりが非常に鋭いものがある。そして9番の金杉と10番の木島が2トップ、フォワードの2人です。これがサブのメンバーです。帝京高校のスターティングイレブン、そしてサブのメンバー14番の佐田富をひょっとしたら後半投入するかもしれません。帝京高校のこれまでの戦いぶりを見ますと、この東京都の代表決定戦で東京朝鮮高級学校と決勝戦を行い、延長の末に1対0とその国立への切符を手にしました。その時も佐田富がヘディングシュートを決めました。そしてこの全国大会に入って3回戦でもやはり奈良育英戦に苦戦の末、同点ゴールを奪ったのは佐田富でした。その佐田富が今日はいつ出てくるのか、それが一つのポイントかもしれません。帝京が攻め込んでいきます。さあボールはたいた。さあここからセンタリング藤田、2番の藤田です。右からの鋭い上がりが帝京の持ち味。7番の高島からシュート1本目でした。オープニングシュートはこの2番の藤田、176センチ68キロ3年生です。さあそれでは東福岡の勝ち上がりです。前半の5分を経過しました。0対0東福岡も1回戦から富山第一を5対0、2回戦情報科学4対0、そして3回戦は九州対決、やはり2回戦3回戦と九州対決でしたが、今東福岡がシュートを打ちましたが、これはディフェンダーががっちりと守っています。そして国見に2対0と勝ちました。これが大きな山と言われていたその国見戦、2対0と完封しました。古賀大蔵と宮原の得点でした。そして準々決勝は神奈川の頭陽高校、頭陽は初出場でベスト8まで進んできました。神奈川県の代表を5対0と退け、そして昨日福井の丸岡高校、これも本当によく頑張った丸岡、先制点を挙げたのは丸岡でした。そしてその丸岡から初めての失点ということになった東福岡、しかし自力に勝る東福岡が逆転してこの決勝に駒を進めてまいりました。両チームのその、まあ、得点力という点では東福岡の方がかなりありそうな、そういうデータです。さあそれでは東福岡のスターティングイレブンご覧いただきましょう。ゴールキーパーが玉浦、そしてディフェンダーが4番の手島はキャプテンです。これが左のサイドバック、そして5番の金子と12番の、15番の千代丹田がセンターバックで2年生、そして12番の山崎が右のサイドバックです。6番の宮崎はいわゆるボランチのポジション、そして10番の本山、11番古賀大蔵、右からの激しい上がりがあります。そして16番宮原、18番の江ノ下、これが左です。そしてフォワードは1人、寺戸1年生がワントップという東福岡の布陣です。これが今のところのベストと言っていいでしょう。昨日は2番の中島を使いましたが、やや風で体調を崩しているということで今日はサブに回っています。これがサブのメンバーです。それから8番の古賀誠司がいつ出てくるのか、これも非常に注目されるところです。左足で鋭いフリーキックがあります。8番の古賀誠司がいつ出てくるか、それぞれスーパーサブを持っているだけに、その選手の交代、監督の采配の妙もこれから十分に見ていきたいと思います。前半の14分を経過して0対0、これが10番の本山です。本山もアントラーズ入りが決まっています。0対0、帝京が勝てば6年ぶり7回目の優勝が決まるわけです。一方の東福岡は初めての優勝、福岡県勢がこの決勝まで駒を進めたというのは史上初めてです。そして帝京対東福岡、この夏の高校総体インターハイの決勝戦と同じカードになったというのもこれも初めてです。そして雪の国立競技場、これまた初めて。そして東福岡が今日もし勝てば三冠達成ということになります。柴監督も三冠ね、報道陣からみんなよく聞かれるが、やればこれはすごいことですよと選手を褒めてやりたいと話していた柴監督です。さあその東福岡チャンスだ、本山シュートが、センタリングして、さあこれはボールがスルスル抜けている、古賀大蔵だ、11番、古賀大蔵11番シュートはできません。今決定的なチャンスでした。東福岡前半の15分、0対0、帝京のゴール前。さあ見ましょう、ちょっと軽率なプレーするとね、ああいう風にボール奪われるときはきついですね、
まあ、中田君ですかね、はい、中盤で持ちすぎたと思いますね。当時は旅館に米を持っていかないと食事もできない時代でしたと当時を長沼さんは振り返ります。まあ、その後この大会をなんとか盛り上げようと全国のサッカー部にアンケート調査をしまして首都圏開催が圧倒的に支持されました。幸い東京オリンピックの遺産として国立競技場があった、まあ、そこで第55回大会昭和52年の正月から国立競技場を中心とする首都圏開催へと変更になったわけです。大阪最後の大会で優勝したのが鹿島幸三さんが主将を務めました浦和南高校、そして首都圏開催最初の優勝がやはり浦和南高校、大阪から東京へ優勝のアーチをかけました浦和南高校でした。それから22年、この首都圏開催がすっかり定着して冬の名物地となっております高校サッカー冬の選手権、今帝京がシュートを打ちましたがこれもゴールを割れません。今井さん、はい、今田島さんからありました、4番の広田が今日はストッパーのポジションに入っています、はい、実はねこれは昨日の夜に小沼監督に選手たちの方から、こういう形でやらせてくれませんかというアドバイスがあったそうなんですよ。あ、そうですか。ですから小沼監督はそれを聞いて、はい、よし君たちがそう言うならそう言おうと、うん、監督はその子供たちが選手になった瞬間だったというふうに嬉しそうに話していました。なるほどね。ロングシュート、今ロングシュートを打ちました2番の藤田。彼が本来であればディフェンスラインに入ってるんですけれども、はい、かなり前線に来てますね。鹿島さんね、はい、浦和南高校の元監督の松本行司さんが、はい、東福岡を見た時の印象をこう話してくれました。高校生のチームとは思えませんと、このチームはプロとしてやっていけるチーム、そのぐらいのレベルを持ってますと。その松本行司さんがあのチームを倒すためにはどうしたらいいんですかって聞きましたら、ロングシュートを打っていくのがいいです、下が雨だろうが何だろうが、まあ、その時はまさか雨が降ると雪が降るとは思ってませんが、はい、下が状態が悪かろうが何だろうがロングシュートを打っていくのは一つの手ですよということを言っていた。さあどうか、これは入ったか、ゴールゴール帝京先制点、9番の金杉。こういう試合の鉄則ですね、もうシンプルにもうゴールに近いところにもう運んでいくっていう、そういうプレーを実践してくれましたね今帝京が。先制点は帝京です。帝京高校9番金杉、ちょっとキーパーも出れませんでしたし、1人余ってましたからね、帝京の選手が、はい、まさにもうゴールに一番直結するようなプレーしてくれましたね。さあ中山さん、今のプレーをご覧になってどんな風に解説されますか。まあ、ワンチャンスをものにしたっていう感じですね。気になってたのは帝京がサイドの攻撃が全然なかったんですよね。そうですね、だから、はい、右サイド左サイド雪がすごく残っててね、足跡がそんなついてないんですよ、うん、だからその辺からもっとサイドから放り込んだ方がいいんじゃないかなと思ってたんですけど、アーリークロスをうまく合わせたっていう感じですね、はい、金杉のヘディングシュート決まって帝京が先制ゴールを挙げました。前半の21分、夏のチャンピオンは冬勝てないというジンクスが27年間続いております。今年がその28年目、東福岡が夏のチャンピオンとしてこの冬の選手権のタイトルを取りに決勝までやってまいりました。あと一つです。さあ小賀大東はシュート持っていった、どうか、ボールが止まる、またチャンスだ、シュート、ゴール東福岡同点、前半の25分、東福岡同点です。志和監督も笑顔、うんうん頷きました。よく宮原君粘りましたよね、ボール取られずに、はい、それでサイドに開いて、さっき中山君言ってたようにね、サイドからの攻撃が有効に来ましたけど、今ボールがちょうどいいぐらい止まりましたよね。そうですね。もうこの18番江ノ下、はい、このグラウンドだからこそあれが決まったという感じですね、はい、そうですね、逆に江ノ下よくあそこ詰めてましたね。そうですね、さあ見ましょうか、同点ゴールの場面です。キーパーの前では早かったんですけども、はい、失速しましたね。あ、見事なゴールです。やはり中山さん、最後まで諦めちゃいけないっていうのが証明しましたね。こういうグラウンドこそまさにそうですね、はい、小賀大蔵から折り返したボール、これを見事に江ノ下が決めています。同点、さあ同点だ。これで東福岡が2人の選手を変えるようです。8番の小賀誠二と9番の青柳、昨日3点目のゴールを記録した青柳を投入してまいりました。小賀誠二と青柳、はい、寺野に変えてね、はい、元山がトップに上がるんじゃないかと思います。あーはーはー、で誠二が左ですね、はいはい、小賀誠二左のポジションに入りました。1対1、
40分ハーフの前半、今その前半の30分を経過しました。前半の残りが10分です。ドリブルで行ってシュートは跳ね返った。ここでシュート打てるか。もう1回9番の金杉のシュート。そうです、どんどんシュート打ったらいいですね。はい、8番の中田が遠目から打っていきました。それをキーパーの玉浦が弾いたところ、こぼれ球を9番の金杉が狙っています。照明塔がくっきりと雪に照らし出されています。8番の中田前線に出す。この長いボールを出してキーパーもここまで出ています。今手元の時計では40分を経過しました。向こう側のタッチラインを割っています。今レフェリーの布施さんが時計を見やりました。アシスタントレフェリーは原田さんと大石さんです。さあ、そのレフェリーの布施さんのホイッスルが今鳴りました。前半40分を終了しております。1対1の同点でこれからハーフタイムに入るところです。係員の努力によって緑の芝生が少し見えてまいりました。これが東福岡高校、左にエンドを取ります。エンドが変わりました。右にエンドを取ったのが東京の帝京高校です。後半の40分が間もなく始まります。1対1の同点。昭和53年の1月3日、第56回大会、この時は2回戦西ヶ丘サッカー場雪でした。そして昭和62年65回大会1月6日、この大宮もかなり雪が降りました。東海大学第一高校初優勝の年です。さあ、後半の40分今始まりました。この40分で決着がつくんでしょうか。右から左に攻める東京代表の帝京、黄色いユニフォーム、そして左から右に攻める福岡代表の東福岡高校です。まあ、田島さんね、はい、この高校サッカーというのが果たしてきた役割、まあ、いろんな見方があると思いますが、ここはチャンスになりますか。本山、10番の本山、ドリブルだ。左足のシュート打てるか。1人決めた。ゴールゴールゴール。9番は青柳、青柳後半5分、2対1。あの走り込み素晴らしかったですね。直線的に来ましたね。そこにうまく合わせましたからね。はい、この画面上は左の方からスッとフレームインしてきた選手が9番の青柳です。いや、本山がね、はい、トップに入って、彼が持っている時にこうためができるようになりましたよね。そこでこうみんなが一斉に動き出す、これも非常に難しかったんですけども、うまくキープして、はい、でもうワンタッチのシュートですからね。難しいボールですけどね、うまくゴールに流し込みましたね。はい、別の角度から見ましょうか。これです。後半に入って東福岡が1点を取って2対1。宮原が前線にボールを送る。本山ポストプレー役、この辺はいいコンビです。宮原がそして前に走り込んでいった。本山がボールをキープして前に出す。その宮原にボールが、あ、これは古賀誠司だ。古賀誠司浮かすか。これは選手に当たりました。帝京の選手に当たっています。13番の山崎もよくマークしていますが、小賀誠治、ここはボールキープできない。しかし第2第3の波があると、さあどうか。小賀、いや、本山が今ゴール前まで走り込んでいっていました。しかし今田中君よくキャッチしましたね。難しいボールでしたけどね、ボールキーパーの田中けれども、はい、一番こう自分の前で弾むっていう難しいボールなんですけどね。はい、宮原です。2年生です。まだ2年生。後半の間もなく20分に差し掛かるという時間帯、試合時間があと残り20分、ゴールまでは 25.4 メーター。直接狙うか、中田の左足が冴え渡るか、それとも広田に合わせるか。た、こぼれ球、シュートを打てるか。打てない。4番の広田、コントロールしきれませんでした。でもこの時間帯、そして
リードされている。この辺フリーでも出したとね、きついんですよね、はい、これちょっと中あのディフェンスラインを押し上げてないっていう部分であんなにスペースできちゃいますね。あ、かなり空いてますね、確かに。これはさっき中野が言ったことなんですよね、はい、小賀大蔵です。1人抜いた、ここからが速い小賀大蔵。しかし今日は下が滑りやすくなっています。さあどうか、シュートは跳ね返した。よく見てますね。これホイッスルです。うまいっすね、これホイッスルです。本当に、はい、帝京2トップがね、動き出しが遅いんですよ。止まってるんですよ、だからもっともっと自分たちでスペースを見つけて、1人が動いてもう1人が中でもいいと思うんですよ。2人中に残っていないでもっとあの動き回っていいと思うんですけどね。なるほどね。今やターゲットにされる存在になりました帝京。他の学校は帝京を倒せてくるので常にマークされます。だから PK 戦でも何でもとにかく勝って8日まで、つまり決勝まで残らなければ帝京の伝統はなくなってしまうんだ、そう言い放った小沼監督です。今2対1と帝京がビハインド、リードされています。東福岡1点リード。福岡に優勝旗を持って帰るか、3冠達成するか。宮原16番縦にパスを送った。さあここで小賀大蔵シュート、ゴー、あっとダメだ、サイドネットだ。11番の古賀大蔵。しかしあの本当にこうあの今3対2の数的優位ですけれどもね、はい、思ったところにパス出てるんですよね。こういうコンディションの中でボールのスピードどれぐらいで蹴ったらいいかとかですね、もう完全に把握してますね、東福岡の選手たちは。はい、古賀大蔵のシュートでした。惜しくもゴールマウスには入りませんでした。今井さん、はい、東福岡はね、実はチーム選手同士でね、その試合の MVP っていうのを決めてるんですよ。はあはあ、チャンスだ。さあ小島だ、どうか、シュートは、あー、惜しくも右に外れました。いいトラップでしたけどね。あ、さあ今のプレーです。キャプテンの中田から本当にいいプレー、ワンコントロールでもう相手の裏取ってシュートまで持っていってますからね。ちょっと方向が違いましたが、しかしプレーそのものは良かったですね。帝京同点に追いつくか、あるいは東福岡が攻めて攻めて、さあここでシュートまで持っていけません。なかなか軽いボールタッチでよくボールをつないでくる古賀大蔵が折り返して、ここからシュートだ、青柳。しかし引っかかる、早くボールを前線に持っていきたい帝京だ。2人のフォワードが残っています。11番の小島、そして9番の金杉。39分経過、試合残り時間が1分を切りました。このまま福岡勢東福岡が初優勝を飾るか。2対1の1点リードで東福岡、赤いユニフォームが攻めに転じた。さあ攻める古賀誠治。待つのは宮原、2年生の宮原、16番がゴール前で待ち受けていますが、これはクリアです。黄色いユニフォームの帝京高校、1点リードされています。決勝戦では4勝1敗に引き分けという圧倒的な勝率を誇る帝京。しかしここは不利だ、シュート、東福岡のシュート、青柳です。9番、もう頭の中選手は何をやりたい、こうして点を取りたいっていうのはこうイメージできてますよね。今井さん、はい、志和監督はね、選手のプレー一つ一つに納得してます、うなずいてます。そして電光掲示板時計をちらっと見てます。もう手元の時計では40分を経過しました。あとはロスタイムです。このロスタイムに何か起きるか、それともこのまま押し切るか。ラストという声が小沼監督から飛んでいます。2対1と東福岡リード。夏は4対3と東福岡がインターハイで帝京を下しております。打倒東福岡を目標にここまで帝京高校鍛え抜いてまいりました。しかし2対1、東福岡リード、1点リードですでにロスタイムは1分を経過しようとしています。レフリーの布施さん、まだ時計は見ません。さあここから帝京が最後のチャンスか、シュートに持っていけません。向こう側のタッチラインに逃れました。東福岡高校セーフティーファースト、向こう側のタッチラインに逃れました。
途中から投入した佐田富、その佐田富の頭に合うかどうか、ゴール前におります。ゴールキックです。ゴールキック東福岡。決勝戦では帝京は4勝1敗2引き分け、高い勝率をマークしておりますが、今日はしかし東福岡の前に2対11点をリードされています。すでにロスタイム、後半の40分は手元の時計では過ぎています。必死に東福岡、向こう側のタッチラインに逃れます。初めての決勝進出を果たしました東福岡高校、2年ぶり6回目にこの大会決勝進出です。6回目で決勝まで勝ち進んできました東福岡。さあコーナーキックだ。帝京のイレブンが全員上がります。キーパーの田中を残して全員上がって、さあ最後のプレーになるでしょう。同点に追いつくかどうか。コーナーキックだ。さあ上げてヘディングでシュート打てないか。さあまだ帝京の攻めだ。帝京の攻め、クロスを上げる、跳ね返される。1人マークに行きます11番の古賀大蔵。東福岡が逆にカウンターだ。東福岡がカウンターだ。さあシュートいけるか。ここはカット、まだありますよ。まだあります。まだ古賀大蔵折り返した。10番の本山が切れ込んでいって、ここで試合終了。東福岡高校三冠達成です。東福岡高校三冠達成、選手権初制覇、夏のチャンピオンが冬勝ちました。ついにジンクスを破りました。東福岡高校初優勝、見事な雪の中での優勝です。帝京イレブンもしかしよくやりました。2対1というスコア。キャプテンの中田が倒れ込んでいるイレブンを抱き起こしています。キャプテンの中田、チームを引っ張りました。高校生にとっては総決算のこの選手権大会、泣いている金杉。しかし帝京のイレブン、泣くことはありません。胸を張ってこの国立競技場で立っていてほしい。東福岡は3冠達成、これは大変おめでとう、素晴らしい記録です。おめでとう3冠達成東福岡高校。いやー田島さん、はい、もうどんな称賛の言葉を送ってもいいぐらい価値のあることですね。いやもう、はい、そうですね、はい、素晴らしいです。本当にあの中山君も言いましたけども、このプレッシャーの中でやはり勝つって大変なことなんですよね、はい、放送席優勝いたしました志和監督です。三冠おめでとうございます。ありがとうございます。効果を聞きながら目頭が少し熱くなりました。そうですね、まあこの正月選手権本当に厳しい試合だったと思います。特に準々準決、今日の決勝と、まあ選手がよくやってくれたと思ってますが、雪の中本当によく戦いましたね。そうですね、この雪だからおそらく中止になるんじゃないかと僕はそれ期待してたんですけど、まあ選手も初めてのこういう経験ですんでね、でも本当にいい結果が出ました。やはり厳しく鍛えたその成果が今現れましたね。いやいや、うちはものすごく楽な練習なんですよ、ですからね、そんなに厳しいことやってません。普通のことしかやってないです。やはり三冠っていうのはずっしりと胸にきます。いやいや、たまたま生姜選手権優勝したら三冠になってたと、そういう感じですね。やはり雪の中の決勝戦ですから、ずっと思い出に残りそうですね。そうですね、一生の思い出になると思います。ありがとうございました。ありがとうございました。田島さん、はい、残り時間も少なくなりました、はい、今年の選手権大会やはり強いチームが勝ったなと。そうですね、しっかりと指導している志和先生のチームが勝ったという気がしますね。これは全体通して指導者が本当に勉強して指導していらっしゃるなというのは感じましたね、はい、中山さん、はい、決勝戦だけ、じっくりご覧いただきましたが、はい、感想はいかがでしたか。いやもっともっと伸びていく可能性も持ってますしね、ここで、帝京も敗れましたけどね、はい、自分たちをね、もっともっと高めていきたいな、高めていってほしいなと思いますね。中山さんのその高校時代にいろんなことを教わったというコメントが、はい、今テレビを見ている中学生高校生はきっと胸に刻みつけたと思います。
もうこの高校サッカーが僕のベースですから。そうですか。少年たちもこの大会を目指し、そしてこれを通過点としてまた伸びていってほしいですね、うん、そうですね。中山さん、はい、ワールドカップ一つ選ばれて頑張ってください。頑張ります、はい、この辺で雪の国立競技場からお別れです。この放送は命の輝きを見つめる明治製菓、ザ・スポーツ&フィットネスカンパニー、ナイキ、オールウェイズヒーロー、オールウェイズコカ・コーラ、コカ・コーラボトラーズ、ドキュメントカンパニー、フジゼロックス、人と社会の明日へ、クオリティオブライフ、エイジン、 2x4 ナンバーワン、三井ホームがお送りしました。